ということでね、私シャオロンと私コネシマがやっていきたいと思います。はい、というわけで、ルール説明からしときます。そうしよう。うん、まあ2人でただ単にねゲームやっても面白くなくね。あのルールをね設定してます。うん、というのも、表主人公の僕、そう、主に行動面をね操作するのが僕で、そう裏の主人公がコネシマと私ですね。で、まあ、裏の主人公はあの選択肢を全部選ぶ権利があるという形で、こういう感じでねやっていこうと思います。いいっすね。じゃあ早速やっていきましょうか。はい、スタート。まあね、4の方はね、まあいずれやるよ。2で、経験を積んでね。そう。まあね、初見プレイじゃなくなるやんけっていう声もあるかもしれないけど。4はね、初見だから。そういうことです。うん。じゃあまあ、名前から。名前ね。名字と名前やから、ちょうどお前と俺でいいんじゃ。はい、というわけで、我々の名前ね、コネシマシャオ、コネシマシャオロン、不人気の回でシャオロンと呼びます。不人気シャオロン。で、コネシマはコネシマは眠りが呼んでるっていう。というわけで、コネシマシャオロンでいきたいと思います。よし、誕生日どうしようか。誕生日ね、じゃあね、いやなんかやっぱこれさ、ギャルゲーやん。やっぱ恋愛的なやつに縁の深い日にしよう。ああ、じゃあクリスマスあたりとか。ああ、12月 24?25? そう、なんか24に誕生日で25にクリスマスみたいな。まあちょっと俺、ギャルゲーやったことないから分からへんけど、どうせ24、25あたりイベントあるんでしょ。そう、だから23ぐらいにしとく。誕生日やった後に速攻次の日。そう。あ、いいっすね。じゃあ12月23でいきます。血液型だな。まあ我々ね、器用で心配りがよくできるというわけで A にしようか。ここ視聴者のツッコミ待ちやから。な、そういうことやね。誕生日12月23の血液型 A でいきたいと思います。はいよ。はい、覚えてますか？始まった。あの頃のこと。あの頃のこと。やったらコネシマは呼んでくれへんのかな。覚えてます。そういうことやな、多分。残念やな。恋人コネシマは呼んでくれ。残念よ。俺が呼んであげるよ。いいよ。あなた顔見せろよ、このボーイの T シャツの男。これが俺らなんかな。あ、これが俺ら。そうじゃん。これがコネシマシャオロンちゃん。あ、これがコネシマシャオロン。あ、そう？俺こんな T シャツ着ひんよ。すんげえダサいけど。小学生やねんけど。振り切った！見せきた！え、ちょっと待って、高校じゃなかったっけ？の小学生編なんてあんの？あ、いきなり最初小学生のかな。いや、階層や、階層これ。92年3月27日。痛いよ。痛いよ。これあれちゃう、リトルコネシマちゃう。せやな、これ多分リトルコネシマちゃう。大丈夫？めっちゃ回ってる。大丈夫。バリロっぽいやん、声。あ、そう、先生かな。おかすみちゃん。なあ、俺もうこいつ攻略したよ。早い。かすみお姉ちゃん。光ちゃんは大丈夫。かすみお姉ちゃん。光ちゃん。あ、さっきの子だな。日の下が光ちゃんだよ。寄り道しないで早く帰るよ。日の下光って。すごいあれやな。太陽をイメージした名前や。
太陽イメージしてるのかな。もしたら光だ。あすみ、何やってんの。誰誰、はてなはてな。そんなわけないでしょ、近所の子よ。あ、俺は近所の子らしい。ああ。何バカ言ってんの。さ、行きましょう。なるほど。麻生さんだっけ。お前の今日攻略キャラ連れてかれたで。いや、まだから、まだから一人目やし。一人目やしな。吟味しないと。うん、吟味しないと。自宅前ない。お、自宅か、ここは。俺ん家や。え、この時、この時さ、この時から人格分裂始まってたのかな。せやな、せやな、この時から裏の自分が出るんやな、こいつ。せやな。ひかりちゃん可愛いな。あ、洗濯しきましたよ。いや、でも確かに可愛いから、まあ、とりあえずここは、うん、遊ぼうにしとくか。うん。うん。かわいいや。かわいいな。え、これもしかして小学生攻略すんの、このゲーム。そんなバカな。ロリコン専用みたいな。マップ画面、方向キーで。うん。あー、なるほどね。見てよかったな。まあ、今のでな、一人で遊ぶって言うと、ぼっちルートに行ってまう。せやな。うん。この頃からは良くないよ、そうそう。どこ遊びに行こうか。神社とか行ってもらう。小学生。いや、待て。もっとさ、発展場的なところあるやろ。じゃあ、どうな。発展場的なところ。ずこけたけど。おい、どっちだいぞ、おい。いけ、ずこけた。おい、めっちゃ、めっちゃ。この主人公、運動神経なさすぎやろ。やばいな、鍛え上げた。発展場。ここなんでどうでしょう。あ、でも入れないわ。学校かな。学校やな。多分あれ、あれ発展場。あ、発展場、いいね、発展場でしょ。ここで発展しよう。砂遊びをしよう。まあ、これインゴやから。ちなみに聞くけど、何のインゴなの。俺ここで言わせんの、お前ピーヨン入れなあかんくなって。ちょっと、じゃあ編集の手間かかるんで結構です。おいおいおい、穴とか言ってるけど。やっぱ発展場や。近道なんだよ。じゃあ崩れちゃうよ。あれかね。うん。だい。やめろって。俺はお前に言いたい。やめろって。これ大丈夫、小学生の会話、これ大丈夫。大丈夫、隠語やから。小学生だから、隠語で会話するってやばない、こいつらも。意外に喧嘩しだしたけど。はっ、無理やりやばい。おい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 。これ放送できひんのちゃうか。あ、コネシは、仲したぞ。いや、お前、行動権はお前にはねえから、お前で仲したぞ。そっか、不人気が仲した。どう、シャオト。めっちゃ泣いてる。もう一回作ろう。もっと大きいやつ。これ何の隠語なの。え、大丈夫か。え、これ何、放送禁止動画送られすって。これピーピーピーってなんだ。バンされる。よし、まだ遊ぶ。これまだ遊ぶの。もうよくない。多分これ公園とか神社とかちゃうか。また行かなあかんのか。これ自宅で遊ぶもあるやろ。おい、あいつどっか行ったぞ。はおい、あいつどっか行ったぞ。おい、捕まえろ。あ、いた。いた。いやいや、いないいない。あれちゃう、あれモブやろ。おじいちゃんちゃう、お前それ。え、ヒカリンどこ行った。あ、いた、いた、いた。何迷っとんねん、こら。いた。どじっこやな。どじっこやな。ヒカリちゃん、あ、こういうイベントなんや。うん。あ、なるほどな。また泣いてる。泣いてるね。ダメだよ、ちゃんとついてこなきゃ。そうだよ。ムカつくな。あ、待て。おお、ここ、ちょっとお前、イケメンボイスで言っといた方がいいんちゃうか。ほら、もう泣かないで。
あ手をつないでいこうやって。ほらもうほらもう泣かないで。ほらちょっと喜んでるで、お前のイケメンのボイスで。来たわ、俺のあの、にじみ出るあれが出たの。にじみ出るあれがね、まあ、あ、まあ、あれっていうのは隠語なんですけどね。おい、パート1やばいやろこれ、完全に夜だけど。はい、選べるよ。ちょ、で、やっこっからさらに夜で公園挟んだらなんか起きる。それは危険やろ。じゃあまあ、帰っとくか。帰っとく、帰っとく。だね、俺家隣同士なんやな。せやな、幼馴染みやね。元気ちゃん、遊ぼう。はい、選べますよ。うん、遊んだら遊んだら遊ぼうか。え、これもしかしてほんまに小学生攻略するやつちゃうやろな。なんか怖なってきたな。小学生パート長ない。よし、声が今行くぞ。ひかりちゃん、さっきのお姉さん、お前、心配して探しに来たんか。もう時間遅いわよ。あ、さ、帰りましょう。あ、強引に連れ去られるやつや、これ。キャーおい、シャオ、やめろやめろ。大事な一日をお前、遊んでないぞ。いや、これから公園でな、楽しみする予定やねんけど。お前、これから、あのな、まあ、これ以上言うとあれやから言わへんけど。バイバーイ。はーい。まだんかよ。まだん。うん、遊ぶ。あ、あお祭りや。行こう行こう行こう。行くよ。かわいいな。お前さっきムカつく言ってなかった。お、誰かいるよ。やってねえな。やってねえの。ばあさん。棒を見てると笑い方が昭和。ちょ、ストップ。棒を見てると若い頃のじいさんはおめでですって下ネタやんけ、これ完全に。あ、それ以上いける。あ、元気な人にしよう、元気な人。何が元気なんですかね。何が元気かっていうのは、まあ、想像を働かせてくださいっていうことで、うん、自慢できる人じゃったね。何を自慢したいんかな。やべえ、こいつ、もう。こんにちは。今日は縁日があるから、ご利用。ああ、あれ、家帰るってことかな。なるほど、なるほど。警官に話しかけたら、ヒントじゃない。でもさっきの河川敷のヒント、まるで。ちなみに今駄菓子屋ってなったけど行かへん。駄菓子屋、そこの角右に曲がるやん。これか。うん、ほら。超センスドラゴンチョコ。超センスドラゴンチョコが食べたいらしい。いで。じゃあ帰ろうか。よしよし、もう帰りますか。違う気がするな。帰ってみる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 。あ、帰ってないぞ。じゃあ後でね。ああ、なるほど。あとでね、せやね。やっぱ夜からやねな。せやな。うん。早く行こう。あ、来た。早く行こう。いいね。お、ああいいっすね。いいね。いや、絵のテイスト好きよ。俺こういう昔ながらの良さが出てるっていう。あ、これ見ると、ああ、女神様思い出すね。あれ、ひかりちゃん。なんやろ。なんや、ビーダムでも見っけた。混ぜてる。おい、おい。あ、これ見つがせるやつやぞ。小学生から。小学生から見つがせる女になるぞ、これ。おおー、男前や、俺。まあ、そうやな。お小遣い持ってきたから帰るんだね。帰るじゃん。まあ、そうなるわ。残りちょっとになっちゃった。心の声出てるぞ。謝んなくていいよ。もしかしたら、イケメンやろ。めっちゃイケメンやろ、こいつ。これ、あれちゃうか。
高校生とかになった時にこの指がキーアイテムになってくるんちゃう。あー、完全主人公忘れてるノリかな。あー、また遊ぶ。あー、遊んだれ遊んだれ。うん、子供を楽しませるのも大人の責務や。せやな、コネシマ体は子供やけど頭脳は大人やから。あ、もうなんかおる。長老。少年を追いやすく、バグなり。多分絶対この高校の校長やと思う。ガッハハハ。ガッハハ。いやいや、くぬくぞ。挑戦しとる。帰っちゃう。帰っちゃう。うん、帰っちゃう。あ、帰ろ。じゃあねー。3月30日でもう1日あるんちゃうか。4月までやらせんのかな、これ。んな気がするけど。ちなみにこれ、小学何年生、こいつら。どうや、なんやねん。あ、でも、かすみお姉ちゃんがいる。かすみお姉ちゃん、この服装やと、多分、高校卒業してね。てか、出さない。シェーシェーあ、遊園地。あ、いいっすね。俺、かすみお姉ちゃん、面倒見いいな。ああこんなガキ二人連れて。ああ、響きのアミューズメントプレイス。早く入ろう。二人ともちょっと待って。はい。じゃあ、何に乗るか。はい。え、ジェットコースターは？ありません。じゃあ、まあ、観覧車は最後ぐらいでやる。メリーゴーランド行こう。せやな。うん。行こう！シャオランちゃん！一日。尺に触るのもいつ。いや、言うとくけど、これからのヒロイン全部お前、そう呼ばれんねんで。みんなでかぼちゃの場所に行く。うんうん。なんか、スカートチラチラパンチラみたいなイベントないんかな。そういうゲームじゃねえから。わーいわーいわーい。あ、飛ばしてもうた。楽しかった。どう？うん、飛ばしちゃったからね。僕もおい、おう、よかったな。いや、喜んでもらって嬉しそうやで。まったく、俺だから子供は。次は観覧車。二択しかないんかい。はいはい、二人ともちょっと待って。はい、高いけど大丈夫？高いけど大丈夫。大丈夫だよ。大丈夫？キャブロン君は？平気。平気平気。余裕やな。ああ。高いとこはどう？嫌い？いや全然。余裕。楽勝やろ。お。進んだ。おお。おお、山しかね。ど田舎やな。ど田舎やな。なんか飛んでるよ。あ、ほんまや。飛んでるな。なあ。ん？見る？あ、終わった。今のは飛ばしてない。まあ、でもまあ、不要な、あれは飛ばしてくれてもええよ、全然。このイベント、いる？いらん。たぶんあれやろ。このひかりちゃんだっけか？にの絆深めイベントやろ。たぶん幼なじみポジやろ、こいつ。なるほど。うん。よかったね、ひかりちゃん。髪型どうなってんねやろな、かすみお姉さん。前髪がシュワンってなってるけど。言うなそうそう、帰りましょうか。帰ろう。まあまあまあ言うてる。まあ、なんか、すみ。俺らも言ってるぞ。いや、おい、こら、帰るよ。おばさんたち心配するのよ。心配するからね。そうだ、最後に3人で写真撮りましょう。写真。でもさ、これさ、この主人公たちが高校生の時もなったらさ、このかすみお姉ちゃんもういないよね。完全におばちゃんよ。いや、そんな年さないやろ。20後半ぐらい。
れ撮ってた。あ、これが、ああそれだね。ああそれがこれね。はい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 。やっぱり俺らのボーイの T シャツ着てたね。来て来て。俺キーヒンって。あ、お母さんに。え？あ、お引っ越しやって。誰が？ガリちゃんが？いや、コネ島。あ、コネ島が？コネ島系。なんでなんでなんで？わがまま言うてる。もうめっちゃめっちゃ嫌がってるよ。ほんま。そして次の日。あ、これで時間軸ポーン飛ぶのか。なるほどなるほど。うん。てかさ、ちょっとさ、かすみお姉ちゃんさ、このさ、容姿というか年齢層に声合ってなくない？せやな。ちょっと声が。あ、別れの時ですね。バイバイ。バイバイ。あ。おお。おお、ムービー。ああ。怒り。ああ、こけないで。悲しくなるな。うわあ。じゃあね。うわあ。まあでもどうせこれまた再開するんでしょ。そういうさ、冷めること言わんとてもらっていい。あ、オープニング。あ、来た来た来た、ここから本編やな。本編やな。あー、ここまではもう前座やね。やっぱりこれがかすみちゃんやろ。じゃあオープニング見ていこうか。行こうか、多分これかすみちゃん。